鉄道作業局2216150型は、かつて、日本国有鉄道の前身たる、鉄道作業局、鉄道院、鉄道省に在籍した天田式蒸気機関車である。元は、鉄道作業局が1897年7月に、アメリカのボールドウィン・ロコモティブワークスで18両を、製造した、車軸配置2から4から0型で2気筒端式の、飽和式天田機関車である。 同社での種別故障は8から 26C であった。当初の形式は AM 型、番号は206から223で、後に D8 型と称した。私鉄国有化を受けて1909年に実施された、鉄道員の車両形式称号規定では、6150型に改版された。携帯は一般的なアメリカ古典機タイプで、ボイラーはワゴントップ型。 1> 第一環道場に砂箱、第三環道場に蒸気ドームとそれに付属した安全弁を備える。これらは3ピース型となっている。煙室は短く、その側面から前端張りに支柱が渡されている。道輪径は5フィートで、関節鉄道としては初採用の体系のものである。ボイラの性能は同時期に製造された山陽鉄道12型とほぼ同等であるが、 本形式の運転台は木製であった。当初は京浜間や東京、三北間で使用され、鉄道員となってからは山陽線の三田尻、下関間で使用された。その後は鉄道員標準型の8620系の進出に伴って福知山線、山陰線、関西線に分散した。 廃車は1925年5月から1928年3月にかけてで全車が解体された。民間に払い下げられたり保存されたものはない。ありがとうございます。